どうも、Dコレクションの日です。どうも、Dコレクションの正人です。はい、今回はですね、今年のトレンドで欠かせないゆったりシルエットを作るためのアイテムをご紹介しようと思います。はい、はい、こちらのワイドパンツですね。そうですね、まあ、いろんなブランドさんがもう常に出してると思うんですけれども、うん、今年の D コレクションのワイドパンツは実はちょっとこだわってまして、はい、シルエットとあと生地感ですね、うん、はい、こだわってみました。ワイドストレートとは言った通り、上から下までストーンとストレートワイドに落ちているパンツですね、うんうん、はいはい、もう一つ流行ってるパンツとしてはテーパードパンツ、まあ、よくいろんなブランドさんが取り扱ってると思うんですけれども、 そうですね、うん、まあ、そちらと比較すると、はい、まあ、足首部分が太くなってるっていうところで多少カジュアル感はかな、うん、そう、うん、テーパードにシルエットに比べるとね、はい、うん、ただまあワイド感は出しやすいと。一方ガウチョパンツっていうね、うん、広がったようなありますねパンツですね、はいはい、よく見られると思うんですけども、そちらに比べるとシルエットがちょっとね細くなる分、大人っぽく見せることができるということですね、はい、うん、中間に位置するこのワイドストレートのパンツはいいとこ取りでできて、なおかつラインシルエットも作りやすいと、うん、そして2つ目の生地感ですね。スーツ地を採用します。まあ、チノパンとかあとデニムとかそういったパンツに比べるとワイドだけども大人っぽく見せることができるということですね。まあ、つまり男らしく大人っぽくコーデが作ることができるといいとこ取りなパンツなんです。そしたら実際にね着てみて、うん、はい、解説の方に移りたいと思います。はい、行きましょう。はい、はいはい、実際に着用してみました。上は細身で下がゆったりといったところで A ラインのシルエットを作ってみました。でこれはまあ結構ベーシックなコーディネートなんですけれども、例えばですねこういった感じで通学時には、リュックを使ったりだとか、ちょっと大人っぽく見せたいという時はこんな感じでレザー調のバッグで調整してあげるといいと思います。まあ、秋冬らしくソックス、今これだったらボーダーソックス履いてるんですけれども、こちらで、サブスカをすると周りと違ったコーデを作ることができるということですね。はい、次はですねベージュのホワイトパンツを履いてみました。ポイントとしてはですね、アウターにコージジャケット、そしてサコッシュを、着用してトレンド感を出してみました。靴だったりこういった小物を黒にすることで、統一することで、まあ、こういったベージュのパンツでもまとまったコーデを見せることができるんで、ぜひチャレンジしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回のコーデですね、2つお見せしたんですけれども、うん、先日、動画の方でもアップした着回し動画、うん、動画ね、はい、ありますので、ぜひそちらも、はい、参考にしていただければと思います。はい、はい、また京都とはね、違う、はい、着こなしのコーデをご紹介しますので、はいはい、よろしければご参考にしていただいて、僕もね、このワイドパンツ、まあ、とある撮影でちょっと履いたんですけど、まあ、普段はワイドパンツあんまり僕は履かないんですけど、うん、めちゃくちゃ動きやすいなと思って楽ですね。クロスキニーパンツとかスキニーパンツを我々ね、はい、おすすめしてますので、はい、こちらもぜひね、うん、挑戦していただきたいなと、うん、はいはい、思うパンツなので、そうですね、はい、よろしければ概要欄にワイドパンツの商品ページのリンク貼ってありますので、よろしければそちらから一度ご確認してみてください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。今日の動画が少しでも良かったと思う方がいらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。比較的、まとまった印象コーデを見せることができるできます。またつなげられます。どうかなお願いです。